フォード様、出撃の準備が整いました。うん。エミリー、バルク将軍は戻っているか。はい、先ほどお戻りになったようです。それではこの報告書をバルク将軍のところへ届けてきてくれ。しかし引き継ぎは将軍自ら行うよう定められているはずですが。本来はな。だが私が言っても機嫌を損ねるだけだろう。はあ、確かにバルク将軍の貴族未来は有名ですから。音に聞こえし連邦軍の猛将があんな偏見持ちの中年だったとは、正直言って失望させられたよ。では報告書を届けてまいります。失礼します。ランフォード将軍の副官がお見えになっております。あの若造の使い、わかった、通せ。は。お疲れのところ失礼いたします。引き継ぎの報告書をお持ちしました。ご苦労。どうやら失敗したアルダンに代わって出撃らしいな。はい、しかしランフォード様が負けるとは思えません。士官学校を首席で出たからといって実戦でも強いとは限らぬぞ。大体貴族というやつはメンツや形式にとらわれすぎてむざむざ部下を殺してしまうようなことをする。アルダンを見てみろ。奴などは自分の部下を貴族手で固め平民を見下した話し方をする。ランフォード様に限って言えばそのような愚かな真似はありません。貴族同士でかばい合ったって説得力などないわ。両家のお嬢ちゃん。お言葉ですが私は貴族ではありません。何？私は孤児院で育てられた孤児です。それも洪水で滅んだ名もない村の出身です。洪水？両親はどうしたのだ？私には両親と弟がいました。その年、長く降り続いた雨で洪水が起こったのです。私たち一家は濁流に引き裂かれ、なんとか岸へたどり着いた時には父は死んでいました。おそらく母と弟も。そうであったか。このことはランフォード様も知りません。あの方は部下を出身で選ぶようなことはしませんから。能力のある者はどんな平民の出でも差別なく扱ってくれます。だから私も自分を選んでくれたことに応えるため常に自己を磨いているつもりで。それはすまなかった。素直に非を認めよう。こちらこそ無礼な物言いをしてしまいました。お許しください。それではこれより戦に赴かねばなりませんので失礼します。2万の兵に1万で勝てたか。これも地の利のあるこちらの懐までおびき寄せた俺の作戦勝ちだな。ですが
連邦はまたすぐに兵を送ってくるでしょう。心配するな。次もこの俺が指揮を取ってやる。何か良い策が終わりで。なーに、またこっちへおびき寄せればよい。お言葉ですが、同じ策は二度と通用しないかと。貴様、誰に向かって口を聞いている？この国の王はお前か？違うだろうが。この領地は俺のものだ。お前は黙って俺の言うことを聞いていればいいんだ。申し訳ございません。出過ぎたことを申しました。全部隊準備完了しました。ご苦労。よし、これで出撃の準備は整ったな。あとは途中で合流しつつ。ファルタン、今の私には姫の前に立つ資格も話をする資格もありません。ですが、この出撃で手柄を立てて姫にふさわしい男になるつもりです。その時までどうかお許しください。待っていますよ、アルダ。お気をつけて。いいか、今日はバルク将軍が見回りにいらっしゃる日だ。我々の働きを見ていただき、将軍を安心させて差し上げるのだ。
うですね。将軍は我々のような辺境勤務の者にもよくしてくれます。私たちにできることは将軍の気苦労を少しでも軽くしてあげることくらい。まったくです。将軍のような方の下で働ける我々は恵まれているかもしれませんね。これがギザロフ将軍の下だったら辺境警備などバカらしくてやっていられないでしょうから。この気持ちは行動で表すとしよう。俺がその道具の話を聞いたのはこの川を越えた先だ。マクレーンさん、その鏡ってどんなものなの？俺にも詳しくは分からねえんだ。でも鏡なんかでどうやって会話するのかしら。ひょっとして光らせて合図を送るの？だったら特別な鏡じゃなくても良さそうだし。それは現物を見ればわかるさ。それはそうと、前を見たまえ。連邦の砦だ。あ、人影が。あれはカコンシスオの娘、カコンシス軍。何を慌てている？大変です。カコンシスの兵がこっちに向かってきます。こんな日に限って。防戦準備、バラキ将軍の名誉にかけて我々が負けるわけにはいかんぞ。力ずくで突破するしかないな。するだけじゃダメよ。私たちの行動が知れるとまずいわ。後を追ってこられてもまずいしな。どの道ここで敵の兵力を減らしておいて損はない。戦争なんだものね。よし、行くぞみんな。
敵の水兵どもが動き出したぜ。水上で戦うのは不利だな。どうやって陸におびき出すか。しっかり指揮を頼むぜ、大将。
私が来たからには過婚室の兵など生かして解散。同意は良いか、ベルガー。はっ、いつでも戦う準備ができております。後方に下がれ。しかしではない。これは命令だ。退却しろ。申し訳ございません、バルク将軍。お心遣い、深く感謝いたします。
このわしに剣を向けて無事に済むと思うなよ。ている時にわしだけが引けるか。将軍は私たちのために先生の疲れを押してまでお越しになりました。そのお気持ちだけでも十分でございます。それにこの砦を守るのは我々の役目です。すまん、意地を張ってお主たちの足手まといになるわけにはいかぬ。頼んだぞ。はっ。
やったな。ランフォード様、この港を制圧してもう半月ほどになります。いつまでここにとどまるおつもりでしょうか。あまり奥まで攻め込むと補給線が伸びる。だが我々の兵力では補給路の維持か前線兵力のどちらかが犠牲となる。アルダン将軍もそこを突かれ撃破されたのだ。そうでしたか。だが、じきに相手も動くはずだ。その出方を確認するまではここを動くつもりはない。それまでゆっくり行軍の疲れを癒すがよい。はっ。これほどカコンシスの対応が遅いと分かっていれば、下士官まで作戦の戦略的意味を説明していたのですが、いまだに敵軍が動いたという報告もありません。しかし、それが罠という可能性は考えられませんし。このまま動かずにいてくれれば、苦労はないのだがな。それにしてもカコンシス王国。弱小国だと思っていたが、なかなかどうして。仮にもアルダン将軍を退けるとはな。カコンシス軍を指揮し、アルダン将軍を破ったのは、ウィラーという名の提督だそうですが。ふん、ウィラーか。さすがだな。戦は武力だけじゃないとはお前の口癖だぞ。さて、どう動く、ウィラー。あなた、いつまで提督たちを待たせるおつもりですか。聞けば連邦軍は港町フィジットに居座り、進軍はしてないというではありませんか。このままでは王国の経済は滞り、いつ民衆が暴動を始めるか。平民どもには多少の我慢をしてもらおう。貴族も同じです。自分たちの領地を取られ、それを守ろうともしない国王を誰が信じるでしょう。彼らも自分の身を守るため連邦と手を結ぶかもしれませんよ。それは大変だ。おい、提督たちに緊急招集をかけろ。